ワンピー側、チャンピオン、アキラ。この時を待ってたぜ。ツーピー側、チャレンジャー、ゴー。この試合、予想できますか？ワンピー側のプレイヤーですが、超高段位のプレイヤーですから、楽しませてくれるはずです。なるほど。投げていった。ミドルキック避けてからまたヒットした。投げ抜けはない。攻撃の真相保証、ここで KO。 セットカウントは1対0。アキラ1本先に取りましたが気が抜けないですよね。さあこの後が問題ですよ。第2ラウンドが始まりました。送球、ここからどうする。ナイス、ここで投げる。避けてから情報を当てた。いいか、最大ダメージに近い。うわ、ミドルキック両方ウイナッピーを挟んで最大ダメージに近い。非常に徹してない。ここで KO。 ここまでどうでしょうか。ワンピー側のプレイヤーですが、コンボも決まって攻撃力が高いとでも言いましょうか。なるほど。この後気を抜かずに慎重に行くべきでしょうね。そうですね。リボン長寿よろけた。ゴー、一気に畳みかける。決まった。セットカウントは2対1。ゴー、1本取り返した。巻き返しを図りたいですね。第4ラウンドスタート。師匠月ダウン攻撃が決まる。投げ打つ。投げだ。ゴー、ピンチ。際どいな。決まった。セットカウントは2対2。ゴー、1本取って追いついた。さあ最終ラウンドですよ。第5ラウンドスタート。リボン長寿、投げがスカル、距離を置いて投げ失敗。抜けられない。やっと避けて。投げていく。攻撃の真相決まった。劇的なシーンで幕を閉じてしまいましたが、いやー、いい試合だった。アキラ勝利しました。10年早いんだよ。